南海放末事件、南海放末事件、南海放末事件は1720年にグレートブリテン王国、イギリスで起こった陶器ブームによる株価の急騰と暴落及びそれに続く混乱を指すが主に損害をこむったのはフランスであった。ロバート・ウォルポールがこの混乱を収集、政治家として名を挙げる契機となった。バブル経済の語源になった事件である。 南海会社、南洋、会社ともは1711年に、トーリー党の指導者で、大倉卿、ロバート・ハーレーによって、クレートブリテン王国の財政危機を救うため、国債の一部を南海会社に引き受けさせ貿易による、利潤でそれを賄うこと及び、スペインとのユトレヒト条約で得たアシエントの権利により、スペイン領西インド諸島との奴隷貿易を行うという目的で立された。 密貿易やスペインとの関係悪化、海南事故等で本業は一向に振るわず、国債を引き受けるどころか南海会社の経営、そのものも危うくなりつつあった。1718年には4カ国同盟戦争が始まり、スペインとの貿易が途絶した。追い込まれた南海会社が1718年に発行した富くじが大成功を収めたことが南海会社を 金融機関に変質させる端緒だった。1719年、巨額の交際引き受けの見返りに、額面投下の南海会社株を発行する許可を、イングランド銀行との熾烈な入札競争の末に、勝ち取った。これが、南海計画である。しかし南海計画はこの時点で破綻が予定されていた。イングランド銀行との競争の中で積み上がった750万ポンドの、 上納金という重すぎる負担は南海会社にとってハイリスクな一発勝負しか残さていないことを示唆していた。そこで南海会社は以下の技巧で利順を生み出そうとしていた。以上の手順を繰り返すと無限に株価は上昇し、南海会社は利益を上げ続け、株保有者はみるみる豊かになっていく。これが南海計画であった。当時のイングランド中産階級が 投資先を探している状態で市場に資金が、ダブついていた。南海株式会社は、本業の貿易活動は全く振るわなかったが、国際引き受け会社として成長し、わずか数ヶ月の間に、株価が10倍にも高騰した。貴族、ブルジョアジー、庶民の階層を問わず株についての十分な知識もない、人々がこぞって、陶器熱にのぼせ、空前絶後の陶器ブームが起こった。 これに便乗する形で当時設立が許可制だった株式会社もまた無許可で作られた。いわゆる闇会社の株価も一気に跳ね上がった。そのほとんどは真剣に事業を起こそうとする企業家たちであり、その業用もロンドンへの石炭供給事業や石鹸製造技術の改良事業など全産業革命期イギリス産業の発展の度合いを垣間見ることが切るものであった。とはいえ、 こういった真面目な事業の投資募集ばかりでなかったことも確かである。一株あたりの価格は1720年1月には100ポンド強で、あったものが5月には700ポンドになり、6月24日には最高に1050ポンドをつけた。これに押される形で、イングランド銀行やイギリス東インド会社などの株価も高騰を始めた。 政府の許可なしにこうした会社を作ることは禁じられていたが無許可の会社が乱立する事態に及んで政府も規制に乗り出した6月24日に法末会社規制法8月24日には告知令状を出すと市場は鎮静化に向かっていったしかし事態は鎮静化にとどまらずあらゆる株価が暴落するという強行に陥った株価の暴落も未だかつてない速さであった 結果、わずか数ヶ月で、株価は元に戻り、多くの破産者、自殺者を生むことになった。当時、王立造平局長官を務めていた、アイザック・ニュートンは、南海会社の株で一時七千ポンド儲けたものの、その後の暴落で結果として二万ポンドの損害を被っている。その一方で、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルは、南海株の売買で得た利益をもとに、王立音楽アカデミーを設立。 自らの音楽活動の拠点としている。バブルに踊らされた投資家にも責任はあるが、南海株式会社の理事や南海株式会社の株を賄賂として受け取っていた政治家に対して投資家たちの怒りは頂点に達した。さらに当時の政権を率いていたスタンホープ博、ジェームズ・スタンホープが急死して政権は崩壊、スタンホープ博と共に政権を担っていたサンダーランド博、 チャールズ・スペンサーは事態を解決こず、経済強行のみならず、政治においても破局が訪れようとしていた。責任追及にあたり、政府、王室要人の関与を示す決定的証拠とされる、緑の帳簿と重要な証人である、南海会社会計主任、ロバート・ナイトの失踪は衝撃的であった。これらを手放すことは、事件の真相を知る手がかりを失うことを意味したからで、 ある。ナイト地区店の方に、議会は土器に包まれ、ナイトの捜索が直ちに始められた。ほどなく彼はベルギーで逮捕されたが、なぜか、イギリスに送還されることはなかった。ナイトが送還され、証言台に立たされれば、大臣のみならず、王室にまで類が及ぶことは明白であり、国王とその長飛による外交圧力が送還を防いだのだと、まことしやかに噂された。こうした。 混乱の中、事態の収拾に当たったのが、財政の専門家として、名を挙げていたロバート・ウォル・ポールであった。1721年までにはこの、南海放末事件の事務的な処理方針を確定させ、再び経済も回復軌道に戻った。その一方、政治責任を問われるはずの人々に対しては追求の手を緩め、この事件を煙に巻く形で終わりにさせた。 事後処理と責任追及にあたって、ウォルポールは一貫して収賄者に対して寛大であり、大臣や南海外社理事たちをかばう発言を繰り返した。これは現政権が覆ると、通り伊党に政権が渡ると考えたためであり、彼自身の将来のためにも厳しい追求はできなかった。この手腕は、当時の国王ジョージ一世の大きな信頼を得ることになった。彼は、この五大 大倉教として1742年まで政権を担当し、イギリスにおける議員内閣制の基礎を築いていくこととなる。ジョン・ブラントと南海会社の幹部の責任追及のための委員会が議会に設けられ、調査が進められた。ここで、チャールズ・スネルは南海会社の会計記録を詳しく調べ、幹部の一人だったジャコブ・イー・ソールブリッジの経営する。 ソウルブリッジ商会の帳簿を調査した結果をソウルブリッジ商会の帳簿に関する所見という報告書にまとめこの報告書が公式に認められた世界で最初の会計監査報告書となったこのように東インド会社の成立から始まる株式会社制度の発達は南海バブルという危機を表面化し一般大衆からの資金調達による事業形態には 公正な第三者による改定記録の評価が不可欠であることを示し、公認会計士制度及び会計監査制度を誕生させた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。